ご視聴ありがとうございます。竹地恵里です。今回はですね、ロットバルトバロンのライブツアー福岡公演についてお話したいと思います。僕の動画では主に音楽についてお話をしています。皆さんに共感いただけることだったり有益なお話をできたらと思いますので、チャンネル登録で応援してもらえると嬉しいです。では本題なんですけど、今回のライブは1月に予定されていたものが緊急事態宣言により延期されたもので、福岡は4月8日と9日に2日間開催されて、初日が博多百年蔵といって酒造像がある場所で、2日目はライブハウスと別々の場所での開催でした。僕は以前に博多百年蔵でナンバーガール向井くんのソロを見に行ったことがあって、雰囲気は分かっていたので、ライブハウスももちろんいいんですが、百年蔵はロットの音楽が絶対に似合うと思ったので初日の方に参加しました。ちなみに百年蔵という場所は博多に唯一残る酒造場で、国の登録有形文化財となっていて、製造直売所があったり、イベントスペースでライブや結婚式ができるようになっています。今回のライブでは着席して観覧する形で、席は自由だったので、チケットの整理番号が早かったおかげでギターの岡田くんの最前列をゲットすることができました。正面はすでに座っている方がいたのと、もともと岡田くんのギタープレイを間近で見たかったという理由で選びました。ステージと客席の段差がないので、三船くんと岡田くんのたくさん並んでるエフェクターが見えたり、セットリストも置いてあったので、僕は目が悪くて見えなかったんですが、目が良ければわかるかもしれない距離でした。席を一旦確保してから開演まではまだ時間があったので、物販で T シャツ、マスク、バッグを購入して、せっかくなんで直売所でお酒を買おうと選んでいたら、その一角が楽屋だったようで、三船くんや岡田くんが出入りしているのを見て興奮してしまいました。僕は声をかけたりできるタイプではないので、一人でドキドキしながら無事にお酒も買って席へ戻りました。百年蔵の全体もですが、ライブスペースもすごく雰囲気が良くて、いいライブになるのは間違いないといった感じでした。ちなみにお客さんは通常のキャパが150人で、半分に抑えたとしておよそ70人ぐらいで、採算の面では問題があるかもしれないんですが、お客の立場としてはお客さんとの距離感もいいし、雰囲気も良く心地よくて、すごく贅沢だなと思いました。でライブが始まったんですが、最初の数曲は距離が近すぎるせいで、なぜかこっちが緊張してしまって集中して見えなかったという感じでした。だんだん慣れてはいったんですが、岡田くんなんて1メートル先ぐらいにいたので、彼のプレーを間近で堪能することができました。岡田くんはスリッポンを履いていたんですが、おそらく靴に余計な装飾がない方がエフェクターを踏みやすいからかなと思いました。たくさんあるエフェクターをいろんなタイミングで踏んでいて、ミュージシャンによってエフェクターの数の違いはあると思うんですが、よくこんなにもたくさんあるエフェクターを使い分けれるなぁとびっくりしました。岡田くんは喋るとニコニコした感じなんですが、ライブだと当然ですが寡黙にプレイをしているのでギャップを感じます。キーボードの西池さんも裸足で演奏されていて、独特な乗り方で演奏されていました。ドラムの工藤さんは生で見た方が迫力が感じられたのと、小さいドラム缶のようなものにチェーンを落として音を出していたり、興味深く見ていました。三船くんは背も高くてかっこいいし、おしゃれだったし、ちなみに物販もおしゃれで、今回嫁と一緒に行ったんですが、嫁の物販への食いつきがかなり良かったので、三船くんのおしゃれな面が物販に活かされているのが分かりました。いつも使っているアコギも可愛いし、今回使ってたジャガーのようなエレキギターも可愛いデザインでよく似合っていました。歌も上手いし、MC にも優しさがにじみ出ている感じでした。竹内さん、菅さん、大高木さんの本の方々も曲によっていろんな楽器を持ち替えていて、見ていて楽しかったし、ロットの音楽は音数が増えるとより映える印象があるので、今回の7人編成はすごく見応えがありました。あと見ていて思ったのは、メンバーが自由に演奏できるのは西池さんが実は裏で支えてるんだろうなという印象がありました。セットリストに関してはアルバムのツアーなので、極彩式の祝祭からがメインといった感じで、極彩はもちろん大好きなんですが、個人的にはキングが好きなので聴けてよかったし、極彩の時はうちの嫁は泣いていたようです。初披露の新曲も聴けたし、アンコールで獣の名前も聴けたのが良かったです。ネバーフォーゲットでは岡田くんが泡立て器を使うんですが、もともと知ってはいたんですが、いざ目の前で見ると音はめちゃくちゃかっこいいんですが、笑ってしまいそうになりました。ちなみに年末にパーシモンホールで使っていた泡立て器とはまた違うもののようでした。ロットの音楽は美しいという言葉が的確だと思っていて、前にも動画でお話したことがあるんですが、英語の歌詞の方がメロディーに乗っかりやすいと思うんですが、日本語で歌っていることがいいなと改めて思いました。
目を閉じて聞いていたいなと思いつつ、目の前にいるから見ないともったいないという気持ちで工作しながら約2時間のライブを楽しむことができました。ちなみに僕がこのロットのパーカーを着ていったので、西池さんにパーカーを指さされて気づいてもらえて嬉しかったです。今回一つ気になったことが、距離が近すぎたために音だったり全体像をあまり感じられなかったので、少し後ろの方が聞きやすかったのかなと思いました。ライブが終わると物販コーナーになんと三船くんと西池さんが立っていて、物販に立つパターンなのかと知って、それならライブ前に物販を買うんじゃなかったと物販を横目で見ながら後にしました。レコードにサインをもらっている方もいたみたいで、何か買ったりしたらサインだったりお話ができたのかなと思ったんですが、おそらく緊張して話せなかったと思うのでいいんですが、少し心の声ではありました。ツアーも終盤だし、どの公演でも物販に立っているかというのは分からないですが、もしライブに行かれる方はライブ後に物販に買うといいかもしれないということを頭の片隅にでも入れておいてください。ライブ後に欲しいものが売り切れていたとなっても責任は取れないので、あくまで参考程度にお願いします。ライブで疲れていて終わったら休みたいはずなのに物販に立っていてすごいなと思います。キャパが少ないので物販を売らないとというのもあると思いますが、自身でデザインされたものだから物販に立って力を入れているというのもあると思います。今回の公演は配信でもやっていたので、家に帰ってから余韻に浸りたくて、自分の行ったライブの配信チケットを買って余韻に浸ることができました。最前列だったので僕と嫁も映り込んでいたし、配信で聞くと全体の音がクリアに聞こえたので2度楽しめた気持ちになりました。会場の天井が高かったり木造というのもあって音も良かったのだと思います。ロットは年始あたりから好きになったので今回初めて見たんですが、今まで札幌のライブの配信や不定期で行われるハウルセッションという配信ライブも見てきましたが、やっぱり生で見るべきだと思いました。もし気になっている方がいたら実際にライブを見ることをお勧めします。また近いうちにライブを見れたらと思います。今回はロットバルトバロンのライブツアー福岡公演についてお話ししました。皆さんの高評価やチャンネル登録が次の動画を作る大きなモチベーションとなっています。この動画を楽しんでいただけましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。